身分を確認してください夜が来ました目を閉じてください あ、音ブツブツやばいが音がブツブツやばいよ、音が。音聞こえます音ブツブツ誰もません音ブツブツだったら教えてください、他の人も。え、音、音聞こえてます大丈夫かなのプレイヤーは発言してください。やばい,、はい。よろしくお願いいたします。

ルール上役語りがありっぽいんですけど、そのムーブはやめてほしいなと思ってますね。あ、なんか村倉とか、変なことすると。みんなの声がブツブツこれ村の可能性があったとしても、つらいちゃう可能性もあるんで。基本をやめて、みんなの声がブツブツですかね。ゲームの音がブツブツこの6番の声とか。だったら、俺にも聞こえるんだけど。発言してください。お願いします、村倉人です。うーん、なんか6番が言ってるのは、 グレーから行きたくないっていうことなんで、なんか任理盤面とか、そういうところでロラしてる間に、なんか黒いところを探したいのかなっていう、なんか保身的だなって思いましたね。なんか変わった進行ありますからの、なんか保身的なこと言ってるんで、印象いいか悪いかって言ったら悪いなっていう感じですね。自分はもう1周目から出てほしいなって思いますね。はい。 まあこれ言うとなんか飛躍がどうのこうの言うんですけど、俺が役で言ってるかもしれないんで、そこは受け付けないです。あとはあの、変な動きしないでほしいですね。変な動きしてる人はあんまり村として見れないんで、なんかそれだけはやめてほしいなって、統一でやめてほしいなって思ってます。8番のプレイヤーは発言してください。あ8番バズーカ岡田です。よろしくお願いします。えっと、 6番に関してはあ弱気な人なのかなってあの話の内容と話し方から思いましたね、そのくらいなんです、あのロラ版面になってほしいっていうのは、まあ俺はわからんでもないんだ、初日グレーズリー、例えば21版面のとこだと、2日目占い師の決め打ちが発生するから、俺、決め打ち日って後ろ倒しにすればするほど情報が落ちるから強いと思ってるんだけど、そういう意味ではロラ版面っていうのは、俺は全然いいと思ってるから。 6番はなんか弱気な雰囲気は感じたけど、別に悪いことは言ってない、それに対して7番は6番に保守、保身的だから印象が悪いっていうふうに決めた感じが、俺はどちらかというと、7番の方が印象悪いなって聞いてましたね、6番は弱気だったけど、悪いことは言ってないと思った9番のプレイヤーは発言してください。はい、いよろししくお願いします。 八番さん、ちょっとあの、深いとこまで聞けてないかなと思っていて、7番の6番に対して言ったことっていうのは、なるほどなとは思ったかな。6番って、なんか、突拍子もない、突拍子もない、だったっけなんだっけあの、ね、進行論新しいのないですかみたいなことを、流行りの進行論が知りたいですみたいなことを言ってたのに、 まあローラーだっていうことが、まあ、7番にとってその整合性が取れないんじゃないかっていう発言だから、まあ、僕は7番の印象がすごいよくて8番さんとは7番さんとの組み取り方が違うっていう感じですかね結構ね僕7番の6番に対する指摘ってよく話を聞いてる人だなと思ったから僕は印象いいというかちょっと村寄りで考えています1周目に関してはです以上です1番 なんかキューバーさん釣りたいなと思っちゃいました。まあ理由言うと、7番が6番に対しての評価いいって言ってたと思うんですけど、7番が6番に下した評価って、6番自身がそもそもなんか目新しい進行を求めているにもかかわらず、ムラスはやめてね、盤面濁るからっていうことだと思うんですよ。ロラ進行どうのこうのっていうところじゃないと思ってるから、 9番の7番へのなんか、精査がめっちゃ違和感に感じました。あ、はい、ありがとうございます。話聞けてないの九9番さんだなと思ったんで、なんか9番さんが雑になわかんない。九番を見たときに7番のなんか、評価集も行こうとしてんのかなとか、って見えちゃったんで、まあ、8番さんのね、7番の評価もよく分かんないですけど、僕は9番の発言の方がよく分かんなかったんで、9番釣りたいなって今は思いました。<ー>はい、以上です。<ー> 黒を狙いも必要がな。たまには白を狙い。白らいお願いします。なな霊能でした。まあ、一番の通り、九番つってみてもいいんじゃないと思ってるから。<laughs> まあ初日はツイッチになって、どこで混ぜれると思ってるから、1番は9番を上げたことは結構印象いいかなと思ってる。7枚の評価の返した,かったねだ。はいはい。だから1番の進行でいいと思ってるから、初日は9番を釣るのか、それとも9番が体軸を上げるのかでいいかと思ってるから、現状化は気になるところはこのぐらいかなと思ってるから、はい。占い師が釣るようになった場合も、俺は簡単に評価できると思ってるから、俺の対抗出たら別に釣り切るのは構わないんだけど、精査してくれないと、俺してもその人の色っていうのは見えんからん、 まあ村の人にも頑張ってほしいかなと思ってるし、村、うん、師の方に関しても失言とかはしないでほしいかな。心切っちゃうんで。はい、以上。3番のプレイヤーは発言してください。は、え、い、っと、発言で気になったのは8番さんですかね。6番さんが弱気な人に見えるっていうのが、6番さんを村人前提で言っているのか。 それだったら分かるんですけど、6番さんが村人だった場合、弱気ですね。なら分かるんですが、6番さんが弱気な人物だと思ったっていうのは、6の村が透けているような発言かなと若干思ったかな。狼だったら別に弱気じゃないよね。ロラ版面って結構狼不利だと思ってるので、その弱気っていうところが6番さんを村,村でしか見てないっていうのがちょっと怪しいなと思いましたね。あ,あ、いるよ。一番、さシャネルては9の人間が名前を付けてるのが分ああいるよ。いるよ ま八か九が色っかかるネルで,、ねうん、でつけてるやつとかいる。これではない。俺これしかないからアカウント。全部俺の。一番難しいことには全然髪もある一だから、全<部>まあ白くなりすぎたらちょっと怖いってところ。四番のプレイヤーは発言してください。はい。例決めるってばいいんじゃないですか。はい。ね、しっかり占いの意味はなできないと思うんで。だから君たちはできないんだから。 気楽にやればいいんですよ。うん。できると思って生きてるできないから。うん。できないんですよ、君たちは。予想以上に。うん。簡単な占い精査でしょってのももう外す、外すんですよ。誰がどう見てもこんなことやってるやつって死んでしかねえだろってレベルがあるでしょ、もう。ちゃんとやれっていうレベルですよ。精査,精査すらいらない。たとえ2し3しでもこの人は無言でももうこいつは死んでしかない。ちゃんと言えって話だよ。ちゃんとゲームしろ。うん。俺はそう思うよ、いつも。 石は出るな。俺が正しいんだよ。出なくていいんだよ、騎士は。基本的に出ない。アメ村だけ出る。騎士は出なくていいんだよ。釣り位置に上がったから出ればいいんだよ。はい。以上。5番のプレイヤーは発言してください。さいまあ多分じゃあ4番さんは占い師をするんだろうなって、じゃあ勝手に思っておきますけど。まあそもそも占い師出てないっすからね。まあおかしなことを言っているのは俺は3番だと思いますけど。 僕は知らないよ。うん。まあ、ちょっともう、わかんないっすね。なんか、4万3。いや、別に対抗でたら戦えばいいだけよ<や>なっちゃったんでし金につけられなかったら村が悪いでしょ、こ弱気な人物ですね。そんなの俺死んでしかないだろラスケしてるっていうのは、ちょっと、ちょっと私にはちょっと理解できなかったですね。<laughs> 別に人狼弱気な人狼をいるかもしれないですから。なんか、それで8番を殴ってるのは、ちょっと。比較したら2番で決めればいいし。っていうのが本音ですけど。 たぶんこれ4番さんが占いしたんでしょうね。まあ、ぶつぶつ ?4 番さん以外に占い師で,できたら、どうしたらいい、えー、のす ?6 番のプレイヤーは発言してください。えー、まあいいや。じゃ四4番に近くでいいですか。はい。そしたら、まあ2番が格約なんで、僕はカリドです。 で、釣りたくないなと思ったのは9番さん時点で7番さんかなと思いました。僕、9番さんは一定数評価できる部分は7番への指摘かなと思った。別に俺、7からちょっと疲れたけど、不快感は別になかったから、7番が言ったことって6番の進行が保守的だ。僕の思考ってロラ版面にしてくださいとか、結構ぶっ飛んだ思考を述べてください。面白い進行がないですかって言いつつ、僕って結構ロラ版面、まあ、保守的だなっていう考え方の方が僕は。 いいと思ってます別に悪意的なもんじゃなくて、まあ9番が7、8比較したときに、なんか7番のほうがっていう評価の仕方は良かったと思ってます。まあ、俺は3番か8番さんあたりを詰めたくて、3番さんは、まあそもそも、なんか8番に対して、なんか6の白助してるんじゃないのかいつつああ、それ偽物ですよ偽物の偽物を、自転であげたのが9番っていうの人間が欲しいかなと思っ。まあ9番さんの点だったら7番、8番比較したときに、まあ8に対しては視点は向けてるから、8番から何らかの違和感を拾ってる人物だから、 なんか3番が9単体からなんか変な要素があって、時点で9番上げたのがよく分からなかったので、まあ、3番、8番あたり冷たいなとは思ってましたが、まあ、4番さんが一角してるので、まあ、1番さんがまあそもそも、なんかスムラだったら白圧迫でもいいのかなと思いますが、まあ、1番からまだ何の要素も取れてないので、まあ、王様の4番さんに任せます。 5番素直に発言してる。と2が残るからどっちかが決めればいいじゃん。現状ぐらいかなって僕はとい今日はそこまで俺は別に。8とかいいでいいんじゃない<番>ライン切りだったら8って7も9も3も7も。エンドポジで4番いるんで、4番が釣りたいところでいいかなって思います。気になったのは1と3だったんですけど、1白なんで、 まあ置いときますえ2番と6番はもう一件勝ってるんですけどでも8の指摘は良かったと思うんですよ。あのその6番に対して弱気だねっていうところでムラスケしてるオオカミっていうそこまでは良かったんですけどその後に怪しいのが9って言ったのが俺は違和感で9番の,、まあその7の組み取り方って俺からしたらねあの9番よく言ってくれたっていう俺からしたら9番は印象いいので。 俺が6に行ってた指摘ってそのことを9がそのまま要約してくれたんでそれに対して3番が1番と同意見で9に行ったことは正しいって言ってたんでちょっと追加するねあのなんで現状1周目は1と3が怪しいなって思ってたんですけど一が6番と2番でゲームしたらあれなんで誰でゲームしたら勝てるのか3かなって思いますで五番に関してはこれはね2面性あると思うんですよその4が占い師なんじゃないかなっていう気づきと ともに何だろうもう4占い師で最後の方にちょっとねあの何だろうもう4以外から占い師出たら俺はそこを偽で見せてみますっていうところの二面性があるなっていう感じました8は2周目だと思いますごめんなさい現状まだ釣り位置は決まってないですはい8番のプレイヤーは発言してください えっと、まあ、6番さんが3、8あたりから冷たいっていう話なんで、まあ、今日の対抗位置は3番さんなのかなと思いながら、まあ、4番さんの鶴の一声でどうなるのかなと思いながら、え、とりあえずあ、6番と2番と 1, 2> 1番の意見を参考にするだけなんで、んの僕は別に有効必要はないです。なんか、6と2の意見を聞くだけなんで、1も参考にするだけなんで、君たちでゲームしなさいってい話でっっから、まあ、6番の3、8あたりから冷たいっていうのは、 納得できる提案でした。まあ僕が嫌だなって思ったのは、あの五番さんあたりが指摘していた通り、四番が浮気だなっていうのは、四番,番が決めればって話みたいなね。四号通じゃなであって,なななっていう。<laughs> みんなが決めればいいじゃあの全く関係ない話なのに何を言ってるんだろうと思って印象悪いなって思ってたことと、<laughs> まあ。 三番って最初の新番って最初の3番っか最初の3番って最初の3番、ねね、っの村っぽいなとも思ったんだよ一番が九番に対して殴って2番がそれに便乗して9番殴って3番が決めてくれって番に変えたときって9番が村の時は番4番するじゃないって8番にってのときは4番が村のたきは4番が3ローとかだったらそれはやりないいたいうだけどねだから矛先変えるっていう意味ではあの3がオオカミ9が村のときって12に便乗して9番殴ったときゃいいかなって思ったから まあいい要素かなと思ったけどそれ以降の話が黒い要素だったからまあ俺は今日三釣りでいいかなって思ってるかな普通に以上です。九番のプレイヤーは発言してください。はいえーとね現状三番の相方がいないって感じはするけどでも三番釣ります三番さんの要素は六番さんが言ってくれたかど言ってくれたと思うのでまあ割愛しますが三番の視点が まあ村だったら怒らない視点を落としてると思ってるんで3番釣り。で、でも相方結構8かな <laughs> と思ってるんで38か、まあ、7よりは5かなってぐらいだけど別に要素ないですね。まあ今のところそれぐらいかな。まあ3番を井の一番に殴れてる5番。でも5番さんって8を殴るのはよくわかんないけど。 9を殴ったことに対しては何も言ってないっていうのはちょっと気になってるかなだから5番7番だったら5番って感じです。はい。まあ、現状さん釣りいます。以上。1番、のプレイヤーは発言してください。まあ別にどこつってもいいです。4番さんがスムら一人人ったらもうそれで価値確なんで、はい。4、ま、番、あ、さんの1周目の発言からね、さぞかし素晴らしいプレイヤーさんだと思うので、僕は4番さんに丸のっかりしようかなと思ってます。2>, 2番、のプレイヤーは俺素晴らしくないんで、ね。 はい、3, で3番のプレイヤーは発言してください,ださいえっと今日多分もう流れ的に僕釣りは免れないと思うんですよ、まあ、4番さんが他に指定飛ばしたら、まあ、なあれだけど、まあ、4番さんが僕釣りっていうのも僕釣りになると思うし、まあ、グレーでってなったら多分5789が僕に投票してくると思うんですよねで、まあ、明日 6番さんがどこ護衛するか分かんない。4番さん護衛して、4番さんが噛まれて、えーと、でしたってなるかもしれないし、まあ、6番さんが4護衛して、狼が2噛むかもしれないけど、もし2番さんが生き残ったらね、2番さんが生き残、まあ、どういう場面か分からなくて、2番さんが噛まれなかったら、僕、白っていうのが落ちるんですよ。僕、白っていうのが落ちてで、5、7、8、9が全員僕に投票してるんで、 こんな中に二人狼いるっていうことはま村目線わかるんですが僕的に9番さんのオオカミはないかなと思いましたね9番さんがオオカミだったら僕が村人っていうのが分かっていてで僕が釣られて2番さんが白を落とされたら、まあ、確かに全員全員僕に投場してるから全員怪しいっていうことにはなるんだけどえー、っと9番さんがね3番さんいや3番さんそんな 黒くなかったけどな、他の方が黒かったって言えば、まあ、裏霊能の結果が落ちたら、まあ、相対的に白くはなるよね。位置的にも最後だし。けど、相方いなさそうだけど、僕に入れるっていうのは、結構オオカミだったら怪しまれると思う。僕んで白結果が落ちたら。だから、9はオオカミじゃないかなと思っていて。 5の僕が怪しいに、便乗した7、8、どっちかが人狼なんじゃないかなと思ってる。少なくともね。1人狼はいるんじゃないかなって。4番のプレイヤーは発言してください。はい。じゃあ6と2の合わせて7、8、3でいけばいいんじゃないですか。まあ8番でいいと思いますよ。あ、理由っすか。ライン切りだったら8番っていっぱいつながるから、7番、9番とも意見違うし、3番とも違うし、5番は分からんけど、8番の色味が1番いいんじゃないですか。ライン切ってる可能性があるので、部屋まだったら。 と思いますよ。はい。で、まあ、俺がどうか占らないいじゃないですか。783で。はい。で、まあ、同票になったら、そうですね。えー、誰に合わせよう。私に合わせてください。783。6と2の意見ミックスで。もう、それは村で決めればいいじゃないですか。投票コードも見ますんで。はい。8番の色味が、もうこの村、絶対重要だと思いますけど。はい。発言なんかいりません。ライン切りの可能性あるんですよ、部屋村。え、ライン作るんですか ?8 番がいっぱいライン切りの要素があるんですよ。唯一。 4人も確定でいるんですよ。3人か。8釣りっすよ。で、はい、8釣り。以上。まあ、8釣りで色はなくて、3番以外に色を当ててほしいと4番さんにあの言っておきますね。まあ、俺は今、3番さんは人外 CO をしたと思ってて、5番の発言に7、8が乗っかってて、9が白く見えます。 でも5の番の発言に載ってるんだから5も白く見えてるはずなんで、三、えー、番さん視点っていうのは7番と8番が狼だと主張してるということですよね。盤面的にね。なんで、まあ、8つって、まあ、三番さんは生きる道はないと思ってますんで、別にそれでいいかなって、個人的には思いますけど、まあ、三番さんは100%人外だと、俺は思ってるんで、8つりで結構です。 投票を始めてくださ五番占ってみる。強人かもしんねえけど。いやー、5番強人だったらめんどくせえけど、まあ、突起事故をつけるわ。9番か5番がたり占うか。3占ってもしょうがねいもんな、三四郎。あ、8番は断末の先品で。し,しょうがないじゃん。英ム村の原則を考えれば、8番ってライン切りの要素があるんだ。七も意見違う、9も意見が違う、3も意見が違う。 だから8番って結構色味が大事でさ、ーーはあ、でないとあとライン繋いでるって感じなんだよ。<あ>79でなあの。僕、人道札から移行してきて、ちょっと9人村初めてやったんで、投票をミスったのはなんか、ま、<laughs> 特に深い意味じゃなくて、僕3番タップしたんですけど、投票できてなかったすか、ね。すいません、8番さん。まあ、そこは深く考えないでくださいあの。まあ、ほぼほぼ3番が狼だと思ってまして、で、まあ、そこはみんなが指摘した通りです。 つながる相手は誰かっていうとまあ3級ローロうとか普通につながるんじゃないって思ったかな3番ってなんか9番にベタベタ触れるしなんか3番の。 一周目の釣り位置が八番だったけど、なんか申し訳程度に九番触れてたっていう感じと。九番。いや、しょうがないよ。狼が何も考えてないで、ライン作ってるんだったら、そ,それ狼が上手いんじゃない。三八のラインあるんじゃない。こんなの知らないよ。だから、六と二が決めたら、五番、七番。って僕は上手いとは限らないんだから。五で三番に叩きを入れてるから、相方足りえないかなと思ってるから。三九ローローが一番ありそうだと思ってる。って感じかな。で、ちなみに。 1>, えっと、1番が強人っていうのはあり得ると思ってるから、まあ、価値格でもないのかなとは思ってるかな。9番って俺と7番に対する評価は違ったけど、比較的まっとうなことは言ってたから、初日の釣り位置にならなそうだなって、俺は思いながら聞いてたのを、真っ先に1番が9番叩きに行ってたから、なんか強人っぽいなって思って聞いてたんだ、1番の初衆って。だから1番強人っていうのは普通にあり得る盤面かなって思って、強陣って3番行くんだろうかね。級ロード1強陣って3番行けるのこれ。以上です。 夜が来ました目を閉じてください、まあ、一強陣あるけど、五番占うかめんどくせえから。あ、理由あとみんなで考えて。五、まあ、番は、まあ、まあ、一番白だったら勝ち確かだけど、じゃなかったらみんなで考えて。一番の強陣と五番の強陣を追いながら、一号が村だったら勝ち確かだけど、五番が強陣でエンド位置でこれやってんならもう厳しいしね。 まあ、7、9、8、9、3釣り切って頑張ったら、占い師が悪いでしょう。五番を占ってる占い師が悪いっていう。一応、1号村村だったらラッキーっていう程度で占ってますわ。旧占いとか飛ばしたかったけど、この村の流れで。いいんじゃないですか。じゃなかったら、狼オ,オカミってさ、 端番とライン切ってなかったらどういう組み合わせで勝とうと思ったのこの狼。アンバが望んでるものでは発揮ってもいいじゃん最高じゃん。昨夜死んだのは二番三番のプレイヤーは発言してください。しさいごしろ。 うん。五四郎ってことは、やっぱね、七じゃないかなって思いますよ。でう、いや、俺占って欲しかったんだよな。えっとね、僕、カリウムです、騎士。 騎士で、で、6が、まあ、狼だと思ってるんですよね。狂人で出るわけがないから。だからね、狂人一は、まあ、8か1だと思ってて、まあ、投票放棄か、まあ、1の3、俺五俺投票。これは狂人アピールだと思ってて。うーん。 まあ僕が狼だとしたらまあ相方がいないよねっていう話ですね。シンプルに。76狼なんじゃないかなって思ってます。うーん、まあけど、うーん。 あ、でも、うーん。2日目で出たから、まあ、俺釣りっていうのは、まあ、飲むけど俺の芯持ってほしい。俺がここでカリウドで出る意味がないと思ってます。4番、のプレイヤーは発言してください。最高が出たら速やかに出るってできないですかあなたが出れば占い師変わったんですよ。釣り位置も変わったんですよ。 ありえないでしょそういうプレイが通ると思ってますかあなたが死んだったら遺言で言わなきゃいけないでしょ今後にいるとこんなプレイはしません。だ何が悪いんだよ太鼓が出たのに出ないことだろ二日目に出たことなんだろそこは言えよ、遺言でよ。それで負けてもしょうがねえだろうよ。太鼓が出て速やかに出なかったことを二度とやってはいけないんだよ。 その気持ちを伝えたらいいんじゃない押したら6釣れるかもしれないよなんであなたはそんなプレイすんの釣られ位置に上がっても出ないとか。なんで平和メらで対抗が出ても出ないのほんとどうすればいいんだろうねこれね。もう嵐がいるようになるんだよ、これ。 5番のプレイヤーは発言してくだまあ、4番さん怒んないであげてくださいよ。3番さんは人外なんでね。さんさんは人外なんであの、怒んないであげてください。はい。まあ、ね。まあや、7番と9番に狼がいます。確実にね、どっちかに狼がいて。まあ、おそらくさんさんは強じ か、8番が白ででれてるんでしょ八番白、三番狼の方が濃いかもしれないですね。盤面的にはね。そうなると私か1番さんに狂人がいるかもしれません。ってなるとあと1なはしか使えないかもしれないですからね。まあ今日は三番さんさよなら。6番のプレイヤーは発言してください。 まあ、サンバさん僕はオオカミじゃなくて強人さんかなと思ってます。自分乱視し手に入れて自分が白落ちる前提やとか4番から3番白結果をもらって僕を占ってほしかったっていう発言やとか、まあ、ほぼ強人かなと思ってるんで3番の視点詰めてあげようかなと思ってますだから僕1番と5番は、まあ、スムラだと思っていて3番のオオカミを追った時って基本はおそらく38ぐらいしか僕は成立しないと思うんですよね。 なんか8番初形で考えたときって縄で使う位置って多分三3番だろうし、3番って結構ヘイトたまってる位置やったから、8、三ぐらいでしかないですね。仮に8番さんが白結果で、3番強靭に置いたときに7九があるかって言われたときには、あんま見にくいっていうのが本音ですかね。なんか9番が初手で7番、8番の精査で7番のことを評価し、7番もに占めて9番評価し、8番、3番に視点を向けるとか、<laughs> 気持ち悪すぎかなと思うんで、7九っぽくはなくて。 まあ本線は8番さオオカミ、落ちてないんだったら、9単体は少し違和感がある発言はあったんですけど、まあ、9番さんは3番さんがオオカミ軸と言いつつ、3番の黒良さがない、3番の相方位置がいなそうだけど3番処刑って言った理由は聞きたいかなっていうぐらい。まあ、7番さんに関しては、まあ、8投票の理由とかも聞きたい。まあ、9番も同様にって感じですかね。はい。それぐらいです。まあ3、3番んつって終わりゃいいけど、 おそらく強人の動きかなと僕は思ってますよ。はい、7番のプレイヤーは発言してくださいもう俺目線の話なんですけど、9は確定狼になります。で、一番あるのは8、9、狼の3強人かなって思います。3が強人だと思うのは6番が言った通りで、あのー、俺に占い飛ばして発言と、6番は拾えてなかったんですけど、3番って最後の方で、俺の芯も追ってほしいっていうところ。 置いてたので3を強人で置いた場合、えー、ともう俺目線8九ロールしかないのででそれであの1日目振り返ったんですけど9番って最初俺9号ロールだと思って5に入れたんですけど9番ってある程度3に釣られる3が釣れる段階で3のライン相方はいないけど3行きたいって言ってたんですよね。で時点で8みたいな。 あの俺把握漏れしてたんですけどアム村だったんですよなんか自分の番で気づけてなくてアム村だったら狼二人路いるんでってなると三7 8が3をしてる段階で9目線って3ってあんまり狼にふさわしくないはずなんですけどそれを考慮してまで3をい1本で最初はやしって言って時点に八8を上げてるところが 級ラインの部分なんかなって思います。まあそれぐらいっすね。だからどうするのああ1番が決めればいいのか3級どっちか。俺は9に行きたいっていうか9行けば終わる。ですけど村目線3だったら3でいい。まあ3級順番でやってもらえればという。9番のプレイヤーは発言してください。はいいいですかもう 皆さん、発言います。3番釣りましょう。3番釣り終わらなかったら9つり7つりでもいいです。7番釣ったら終わります。3番釣り終わらなかった場合は3番釣りましょう。もう発言はいらないです。無駄に喋らないください。お願いだからもうさっさと終わらせましょう。3番釣り以上。1番のプレイヤーは発言してください。どういうこと ?3 番釣って9番釣って構わなくて7番まで釣り切る いやその9番さんのその発言も人外しようだと思うんですけどあ、僕急投票します投票を始めてください <laughs> <laughs> ありえんオラじゃないべ三番のプレイヤーが選ばれました 3番のプレイヤーは発言してください。うーん、申し訳ないですね。まあ、出ようか思った。出ようとは思ったけど、どうにか出ない進行ってあんのかなと思ってやってしまった。まあ、それに巻き込んでしまったのは申し訳ない。うーん。やるんじゃなかったな。うーん。まあ。 うん。まあ、なんか人狼の人にも申し訳ないな。なんか、こんな感じになってしまって。いやー、絶対出ます。対抗に。いやー。まあ、でもね、まあ、でもね、っていうか別に、うん、なんだろう。8で落ちてると思う。えっと、7と9の発言聞いた感じ。6、8なんじゃねえかなって思ってるんで、うーん。 ま、これで勝ってもな、なんかこれで村勝ってもそんなうんうんあ,あのー、ゲーム終わったらあーとりあえずあのー えーっととりあえず抜けないんで僕ゲーム終わっても叱ってください謝ります夜が来ました目を閉じてください占い師は目を閉て,てください,ださい占い師は見る相手を選んでください 朝が来ました。昨夜死んだのは四番、五番のプレイヤーは発言してください。まあ、発言してください。まあ、三番さんが死んかもしれないから、今日はちょっと六番でいいですかね。はい。 まあ、一応,一応あのそういう進行を提案しておきますよ。6番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ僕の視点では8番さんで陣外が落ちてれば、まあ、安定ずりは伸べるんですけど僕はなんか推理の中では3番さんが強人かなとは思ってるんで、まあ、基本は789、まあ、僕を釣って負け筋があるとすれば79狼、オ3番強人の世界戦なんで。 5番がまあ懸念するんだったら6番処刑したときに7級やったらあなた責任取ってくださいねって話なんですよね。もしくはじゃあ3番さんがオオカミで3級、37があった場合とか5番強人やったときに負け筋があるんで僕目線は釣り飲めないです。だからどっちにしろ僕がオオカミで仮定したときでも7番か9番とか僕強人でも7級オオカミっていうのがあるわけなんで7番か9番の段にしてもらいたいです。まあ、7番さんと9番さん比較した際には僕は7番さんの方が人間っぽいなとは感じてます。 まあ7番さんのまあ9番釣れば PP は絶対来ない、まあ、3番6番の精査っていうよりも、確実にオオカミが落とすんだったら、8番9番で名を使えばまあ PP は来ないだろうっていうのは分かる。で、9番の視点の中で、3番3釣って、3番釣って9番釣って7番釣るっていうのは、9の中でどう見えてたのかなと思うんですよね。8番が多分オオカミスケールで見てたのか。 3、8で見てたのか、なんかよく視点が分からなかったのが9番さんかなって、個人的には思ってます。プラス1周目の視点でも、なんか3番を人外スケールで置きつつ、8投票っていうのは、発言と行動は少し矛盾してるなぁとは、9番さんには思いました。だから僕は7番とか9番に8投票した理由は何ですかって問いを立たせただけです。なんか人外っぽいのは9番さんって感じ。7番のプレイヤーは発言してください。言さいあの9言ってください。 あの6は七は使わなくていいんで、100億ンなんで。100億ンなんで、別に何、違うんだよな。あ、違うな。正直ね、7からでもいいですよって言おうとしたんですけど、5番、これね、ワンチャン5%の確率で、5が狼の線があるんですよね。5狼で、あ、違う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 。これ何なんだろうね。6783に二郎なんだけど。何これ。 9から…まあ静かに見てよ。いってください。ちょっとその線も5番の発言であるんで、6からロラしたいって言ってたんで。ワ、まあ、ンチャン3級ロール5強もあるんで、まあ8級ロールだと思うんですけど。まあ1番目線それがなかったら別に俺からでもいいんですけど、まあ9からいってください。はい、絶対に。9番のプレイヤーは発言してください。 はい、投票結果と1番の昨日の発言でスケールが全く変わったので昨日の発言は撤回したいと思います。まず昨日の発言した段階では8番オオカミで落ちていると思っていて3番が強人7番オオカミのスケールでしたただ、えっと、5番さんが、えっと、3番に行きたくない思考を持っていたから5番強人があるのかなと思ったから3ロ郎もあると思ったんよね。 で、その状況で7番、えっと、3波次があると思っている、僕は視点はそう見えるんだよ。なのに、7番さんってそれを追わず、7番は9番確定人外だって言ってる構図が7番絶対おかしいから、昨日の発言で7番の狼を拾ってほしい。で、1番さんは、えっ、ー、とね、1番がめちゃくちゃ狂字見えた、昨日の発言で。だから、3番、7番狼、1番狂人というのがしつけですね。 3番が、えーと、今日絶対6番いかないよ、5番さん。6番は絶対いかない、6番、真。3番は占ってほしい狩りは絶対いないです。だから3番は絶対に似なんで、3番釣りをまずしない7番がおかしいです。そもそも。はい、そんな感じ。で、8番にいた理由は4番が8番だから。これはね、4番さんの意思を絶対に部村組むべき。4番が8番の色はこの裏にとって重要だって言ってるから、4番の意思を組んで8番をする。で、そこから4番の占い位置が決まるって感じだったんで、必ず8番投票です。 はい、そんな感じかな。僕の思考を分かってもらえたらと思います。一番の行動、あ、僕、一番強人昨日まで見てなかったんですよね、正直。それはなんでかっていうと、うんと、なんてやったっけな。いや、あっても5番が強人かなと思った3番に行かない構図がね。はい、まあ、そんな感じですね。なんで、まあ昨日の発言はちょっと僕が微妙だったっていうのは認めるんですけど、今日のスケールは全く変わっていて、7番が昨日9番確定人外ってのおかしいです。5番が、申し訳ないけど、5番さんって強人ムーブ、強人にも見えるから だから三番のオオカミって絶対あるじゃないですか。八三オオカミあるのにそれを規定してそれがないって言って七番がおかしいです。以上。まあ一番がやりたいようにやったら<ー>強人だったら九つれば。発言してください。結局でも今この段階から三番八番オオカミの世界線ってないわけで九馬さんの発言って時系列破綻してるなって思ってましたけど。 五番って三番釣りたくないじゃなくてむず六七見えるから七釣るけどね。六七、えー、のケアで七釣るけど普通の人は。九番、えー、さんが三番七の順番もう三番がひどいんだからもう。そうそういうませんとかっっ。釣ったら。俺強人じゃなかったら恥をかくんだから。普通の視点で六のローのケアで七行くけどね。まともなとか。じゃ九九番 まあでもいいんじゃないもう3番が死んでやらかしてるなら負けるべきだと思ってるから釣られるぐらいだったらじゃあ自分が釣られようっていう強人にもれして全然見えるんですけどはいまあそれに関しては変わらんすね投票を始めてください本当に奇跡だと思ってるよ一番が強人だったらいいけどこういう村って奇跡だ2番かまれてんだから78かもしれないよ何かを示唆してるのかもしれないよ 2番が最適だったっていう6 7もあるし村が悪いよね6 7もあったのに普通ならずり行くよ